頃には着くそうだ。さっき電話があったよ。あなた大丈夫なの？簡単に引き受けたりして。子供たちには事件のことは内緒にしてある。大丈夫さ。もうすぐ秋代も帰ってくる。そんな不安そうな顔を見せるな。秋代かな。私が見てきます。御堂島、やはり西道家の呪いが。こんにちは、東京のユウです。あ、やだ、今の音。どこの鍵かしら。足だけ。何かしら、この黄色の液体。切れてる。この暖炉、まだ使えるのね。
何よ、何なのよ。なんで腕だけなのに。ちょっと不気味ね。やめて。ユウ、そんなに怖がるな。黄色の血を流す。そんな人間がいるのか。ユウちゃん、よく無事で。誰だってめえ。この家はどうなってやがる。まるで化け物屋敷だぜ。ユウちゃん、まさか本当に。ユウは眠ってるよ。代わりに俺様が出てるってわけさ。
腕が生きてるのか。人間じゃねえのか。竜の御輿様が。たくさん入ってる。